ロストフナドヌ市電は、ロシア連邦の都市である、ロストフナドヌを走る路面電車。ロシア連邦で唯一となる期四百4 3 5ミリメートルの路線網を有する。ドン川沿いの都市である、ロストフナドヌ最初の市内鉄道は1887年に開通した馬車鉄道で、この路線を電化する形で、路面電車が登場したのは1901年12月20日。 本格的な旅客営業開始は、翌1902年1月2日であった。開業当初から、期間は 1435mm で、ソビエト連邦樹立後に、各地の路面電車路線の期間が 1524mm に改められる中でもそのまま維持されており、ソ連及び崩壊後のロシア連邦において、唯一機間が、標準期の路面電車路線網となっている。開業後は、 路線延伸が続き、1980年代には営業キロ 120km という広大な路線網を有していた。だが、ソビエト連邦の崩壊以降は、利用客の減少が進んだことで大規模な路線廃止や車両の廃車が行われ、1998年にはそれまでの17系統が8系統にまで減少した。その要因として、ミニバスとの競合に加えて、 軽陽軌道における自動車増加による速度低下やダイヤの不確定さ、劣悪な軌道状態が挙げられており、2006年には地下路線を含めた専用軌道への移設による高速運転が可能なメトロトラム化計画が打ち出されたが実現することはなかった。各地の路線の整備は続いているものの利用客の減少は抑えられておらず、 2010年時点の年間利用客が144万8972人であったものが2018年には73万3500人にまで減っている。そのため地元のマスメディアからは路面電車自体の廃止が低減される事態に至っているが市電をはじめとした公共交通機関を運営するロストフトランスポートはその案を否定しており今後も車道との分離による 速度向上をはじめとした交通対策を軸とした路面電車維持の方針を打ち出している。ロストフなど主電は都心部の環状線を中心に複数の支線が伸びる路線網を有しており、2020年現在以下の系統が運行している。運賃は現金もしくはクレジットカードでの乗車券、購入時は17ルーブル、路線バスやトロリーバスでも使用可能な交通カードや、 スマートフォン向けアプリであるプロストール使用時には半額の8.5ルーブルとなる。ヨーロッパ諸国と同一の機関線4 3 5ト、mm、ルを用いるロストフなど主電はソ連時代からチェコスロバキアのタトラ国営会社スミーホフ工場が生産した高性能路面電車車両であるタトラカーが多数使用され、特にタトラ T1 は ソビエト連邦国内において初めて導入されたタトラカーとなった。また1万両を超える大量生産が実施されたタトラ T3 についても400両以上の大量導入が実施された。一方、タトラカー導入前やソ連崩壊直前からはソ連の路面電車車両メーカーの車両も導入されており、特に2016年から2017年にかけて30両が製造された。 超低床電車の71から911位は残存していた旧型高床電車の大部分を置き換え2019年の時点で全列車の8割以上が同形式によって運行されている2020年現在ロストフなど主市電で使用されている形式は以下の通りであるまた百九十九年から二千年にかけて利用客減少により全廃された タトラティさんのうち1両が路面電車開通105周年を迎えた2007年に動態復元されている。ありがとうございます。